今日は売ってるでしょうか。開いてんのかな。もう売ってる。買いました。そしてもらいました。やった。ちょっと先食べてく2つほど。夏休みが過ぎて9月だからの平日の朝一は買えるらしい。予約なくても売ってたね、うん、けど今何時、今まだ9時だよ。9時前だけどさ、もう予約に来られてる方がいた。試食用にいただきました。いただきます。いただきます。ああ、うん、美味しいね。うん、なんだろうね、これバターがいっぱいなんだ。うん、バターと、うん、砂糖の感じと、うん、美味しい。今は南アルプス村長谷川の道の駅です。今日はここからスタートです。あと今日はアップルパイ初めてだね。うん、美味しそう。いつもマフィン食べるけどさ、うん、今日はアップルパイにしてみた。いただきます。うん、すごいサクサク。うまっ。生地がサクサクでうまいんだけど、うん、リンゴがちょっと酸味があってね。うん、あー美味しい。はい、出発です。はい、今日はちょっと大鹿村の方に行ってみようと思って。うん、大鹿村にね、ずっと行きたいさ、うんうん、山の上のカフェがあって、うんうん、そうだね、うん、そうそう。で、11月中旬ぐらいまでやってんのかな、ゴールデンウィーク前ぐらいから。あ、じゃあ冬はやらないんだ。もう山の上だからね。まあそっか、うん、そうだよね。で、桜の時期は前さ、大鹿村のさ、お花見スポットに、うん、あの出店は出てたんだけど、うんうん、その上のカフェで、うん、スイーツとかランチとかが食べれるから、うんうん、ちょっと行ってみましょう。はい、このね、村長谷から40キロぐらい、1時間ちょっとで行ける。はい、で、この道、今から行く道がさ、うん、152号線なんですけど、多分めちゃくちゃ細いから、今日は小さい車で来ました。国道？国道で152号線だけど、うん、あのゼロ地場だっけ、うんうん、パワースポットみたいなとこあるじゃん、うんうんうん、行ったことないんだけどね、うんうん、分杭峠だかな、分杭峠っていうのかな、分杭峠だったかな、そうそうそう、うん、そこ通ってくる道、はい、行ってみましょう。はい、初めてだね、ここ。初めて初めて。ちょっと前までさ、この先か通行止めだったじゃん、ずっと、うん、確かね。楽しみだね。そうだね、今日行くとこ全部初めてだから、うん、ちょっと楽しみ。はい、おー、何この左側、なんか川、川なんだけど、これ左入ってったらさ、中尾歌舞伎だって、歌舞伎のなんかがあるみたい。あっちの、そう、ここら辺あるよね、歌舞伎の、うんうん、ここもそうなんだ。今でこそ車でこう簡単に行けるけどさ、うん、昔は結構山深くて、そうだよね、大変なところだよね。海に出るにもめちゃくちゃ遠いじゃん、うんうんうん、日本海も太平洋も、街にも出るの遠いしね、うん、こっちなかなか通らないもんね。こっちはね、こっち側ね、一本東だもんね、うんうん、駒金とかさ、伊那とかのあのメインの道、そうだよね、153号線から、うん、なんか急に細いんだけど。いや、多分細いよ、道ずっとこれから。そうなんだ。だからキャンピングカーやめたんだもん、うんうん、ようこそゼロ地場。ここのこと、うん、ゼロ地場ミネラルウォーター。ほう、どういうことなんだろう、ゼロ地場がゼロってどういうことなんだろうね。わからないね。コンパスが使えないのかな。でも今のところナビはしてるよ。この先駐車場なし。あ、止めれないんだ。うん、あ、それでさっきさ、入り口に駐車場があったじゃん、うん、駐車場止めてバスで行きなさいって、バスでって書いてあったね、うん、そういうことかね。細いね、細いね、国道だよこれ。
あそこのさ、上高地から平湯に抜ける旧道みたいだね。上高地から平湯、うん、ああ、旧道ね。旧道、うん、それより細いよ、多分。そんな感じの道だね。確かにね。けどこれ気をつけないとさ、こっちが国道152号でさ、うん、西側が153号で、うん、1しか違わないじゃん、うん、だから地図見ただけじゃさ、どっちが細いかとか分かんないから。そうだね。ね、なんとなくこっちに来ちゃったらえらい目見るよね。そうだね。奈良とか三重とかの国道みたい。久々に細いね。三男馬車じゃちょっと大変ぐらいの道だもんね。細いね。結構登るしね。勾配も 10% だって。さっきからすごい登ってる。ねえ。あ、そういうことか。だからこの先に文具井峠があるのか。だから今峠に向かってるから。そういうことだね。そういうことか。あ、登ってるってことだよね、きっと。まっすぐでいいんだよね。うん、いいんだけど、この先通行できません。え、ちょっと待ってね。通行できませんって。こっちに行くしかないか、お昼間は。うん、駒ヶ根に出てぐるっと回りなさいって。結構遠回りだよ。ねえ、うん、しょうがない。だからあそこのゼロ地場文具井峠にも行けなかった。お、すごい下ってくね。そうなの。ねえ、さっき結構登ったからね。せっかく登ったのにさ、入り口に書いて欲しかったね。書いてあったのかな、書いてあったのかな。そう、見落としたんだろうな。まあでもさ、来た道戻んないでよかったからいいよね、うん。おー、あれ駒ヶ根の町か。そうじゃない。えらい上だね。あ、飯島町かな。あ、駒ヶ根だね。あ、綺麗だね。綺麗。雲が晴れてくれたらもっといいんだけどね、うん。ところの中で、ね、すげえ、あの下、あ、いいところにこんな、すごいね、夕日の丘だ。あ、夕日が綺麗なんだ。あ、通ったことあるかな。ないかな。ない、初めてだと思う。ないか。すごい、いいね、うん、稲の収穫時期と夕方綺麗かもね、うん。はい、これ左です。はい、153に出ました。はい、さあ、もうすぐ左だって言ってるね。あ、出てきた。これかな。あ、大鹿出てるじゃん、うん、これだね。この車も行くんじゃない。あの中央新幹線って書いてある。そうそうそう、多分ね。最近ここら辺ほんとすごい ね、新幹線の工事で。すごいよ。あれも番号355だったからさ、うん、毎日400〜500台とかもっとかもね、うん。あ、すごいね、いっぱいだね、トラック。すごいね、下もいっぱい。前からもいっぱいだし。お、200番台中央新幹線すぐ避けてくれてさ、すごいね。すごいんだよ。多分さ、JR がそっときつく言ってんのかな。ないのか。すぐ譲りなさいとか。すごいっす。大変だぞ、でもこんな。どういったもらったところでさ、もう何百台もいるんだからさ、一緒な気がするけどね、そこでも。ねえ。まず新幹線用のさ、道を作る前にそれの工事をするためのトラックの道路を作らないとダメなんじゃないの。それはちょっと難しくないかい。難しいけど、けどすごいよ。だってすれ違いができない。そう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 。ああ、また避けてくれた。この看板はできたんじゃない。多分違う。そうなんじゃない。ここ大きいの2台すれ違いなさそうじゃん。耐火時は大丈夫なのかな。こんな、大きなのがいっぱい通る想定で作ってんのかな。どうなんだろう。ねえ、あ、これ大鹿の道の駅。あ、そうだ、歌舞伎の里だよね。これまっすぐでいいの？うん、まっすぐ。この先通行できませんって書いてある。でもまっすぐなんだ。途中までか。うん、あの152号でしょ。もうこれ152号だから。うん、さっきの通れないところ。ね、途中で右に曲がって、ここから12キロ行くんだけど。山の中に。すごい山を登っていく。多分この右上の山の方に入ってくるかな。さあ、ここを右かな。どこ？ここ、ここ。これこれこれ。ちょいちょい、これこれこれ。あ、ここ大鹿、すげえ。ここ出てた。すごい大きいの出てたね。これ？ここだ。ここ。それは出してもらわないと。ちょっとわからないね。ねえ。ここか。そ
そう、ここだって。あ、出てた、そこにも看板が。ほんとだ、ほんとだ。山の食堂？そういうのもあるんだ。農園っていうのもあるんだね。塩の里。そうそう、お塩取れんだよね。うんうん、ああすごい道。わあ、何これ、宿かな、宿だよね、宿、うん、すごい温泉宿みたい。ああ前南アルプスだね、多分。本当、多分ね。結構民家があるじゃん。ちょっとあそこのさ、遠山郷のさ、そうそうそう、下栗の里みたいなみたいな感じだね、秘境って感じ。住んでるね。住んでるね。すげえ。すごいね。すげえところいいね。すごいとこだね。絶景を独り占めっていう感じ。うん、ここが秋葉古道って書いてあったね。秋葉かな、秋葉かな。するね。この山の上にレストランがあるのかなっていう感じだね。うん、すごいところだよ。結構登ったよ。結構登ってる。うん、この山道を 3、40分かけていく山の上のレストラン。ね。いいね。涼しいんじゃない、上登ったら。涼しいよ、ね、きっと。結構登ってるわ。うんうん、まっすぐだね、八甲しか。はい、本当奥の奥に入っていくね。うん、まだ登るよ。おお、あと 500m。 おお、もうすぐ着く。すごいね、ほんとすごいとこだ。これはこんな上に本当にあんのかな、カフェがっていう。うん、心配になるよね。いや、ちょっと10分15分登ったところのさ、うん、なんか絶景スポットとかにあんのかなと思ったら、うん、これぞ秘境だね。本当にちょっとこの車でもすれ違いが大変そうだもん。うん、すごいよ、パラグライダークラブだね、ここ。ここ、うん、すごいね。どっから飛ぶんだろうね。え、あるんだ。もうあと 160m っていうわけとかありますか。どこ？あ、でもなんかちょっと開けてきたね。開けてきた。これだ。あ、この右だ。あった。あったあった。駐車場は？これぐるっと行ったらいいのかな。すげえあったね。ここでしょ。ここすげえすげえ。たどり着いた。すげえ。いいじゃん。わあ。すごい。すごいね。わあ。ここに止めていいのかな。いいでしょ、内側に。うん、おー、すげえ。11時からかな、あと5分10分あるかな。あ、パラグライダー場ってやっぱりあった。あるんだ。うん、あ、ここはキャンプ場だって。すごいね。ヒマラヤの青い景色。へー、
いや、美味しそう。バターチキン発酵カレーセット1950円。美味しそうだね。野菜もいっぱいだしねえ。なんかセットになるとこの野菜とかがつくみたいだよ。そうそう、あとジュースも、あの、あとドリンクね、うん、ドリンクはレモネードにしました。レモネードいただき、美味しそうだね。どう？すごい美味しい。いただきます。すごいね、バターチキンだもんね。うん、いただきます。うん、うん、うまい。何が入ってる？さつまいも。あ、さつまいも？大学芋かな。さつまいも、なんだろう、食べてみようか。うん、私、夏野菜のさ、ナスとかズッキーニとかが入って、お漬物と、しょっぱい系だ。あ、しょっぱい系なんだ。お酢系。うん、うまい。これとソーセージ。うん、うまいな。うん、美味しいなこれ。具がすごいぞ、ゴロゴロね。うん、うん、うん、あ、すごい爽やかだねこれ。美味しい。美味しいでしょ。うん、いやいいね。なんか手作りレモネードみたいな感じ。そうそうそう、うん、あ、美味しい。いや、しかしすごいねこの眺め。うん、下はさ気温が30度だったけど、ちょっと寒いぐらい。標高がね、1500m 近いのね、ここ。あ、そんなにあるの？そうそう。へえ。だからだね、涼しいね。寒いぐらい日陰だと。うん、大鹿一味唐辛子。へえ。これをちょっとかけてみて、どうぞって。ちょっとかけてみよう。どれどれ、もっとスパイシーになるってこと？いただきます。美味しい。あー、後から来るね、ピリ辛が。美味しい。あー、ズッキーニ美味しい。うん、ナスも食べよ。奥の山が見えてきました、うっすらと。いただきます。うん、おいしい。なんかいっぱい、あ、あ、いっぱい乗ってるね、ぶどうが。すごいね、うん、シャインマスカットじゃん、しかもこれね。うん、それ長野パープルじゃない。うん、おいしい。おいしい。うん、うまい。これ何味だった？めちゃくちゃおいしい、ぶどう味。あ、ぶどうだ、すごいね。超美味しい。中にもいっぱい入ってる。ジェラートだね。うん、うまいな。これうまそう。うん、あ、甘くないの。甘くない。しょっぱい。うま。これももらいい？うん、アイス美味しいね。美味しい。なんか出てきたじゃん。うん、ゼリー。ゼリーとね、あとぶどうがいっぱいだね。ぶどうとね、クッキー。ああ、クッキーが入ってた。うん、ほんとだ。美味しいね。美味しいな。うん、サクサクで、うん、うん、うまい。お、なんだ、チーズケーキ。へえ。うん、すごいね。美味しい。豪華だね。うん、うん、結構チーズだね。ね、美味しい。美味しいね。はあ、美味しかった。美味しかったね。美味しかった、うん、結構晴れてきた、向こうの方も ね。じゃあ行きますか。絶景絶景、すごかったね。すごい景色だったね、うん、ご飯も美味しかったし、うん、パフェも美味しかったし。これどっち？右？右かな。
平日だからね、ちょっとメニューが少なかったからさ、うん、あのパフェとご飯を1個ずつにしか食べてないから、うんうん、ちょっとまたどっかで食べましょう、降りたらね。で、これからね、降りないでちょっと先に幻の大池ってあったじゃん、うん、そこがちょっとね、歩くとこがあるみたいだから、うん、ちょっと行って散歩して行ってみます。あ、幻じゃない、伝説の池だって。秋もいいだろうね、これからの季節ねえ、うん、良さそうだね。夏もいいね、でも涼しいから、ね、あ、ここか、ここに止めていくんじゃない。一周2キロ、ちょうどいいじゃん、散歩に。なんかすごいね、苔がすごいね、うん、こんなん初めて見た、ロープに。あ、ほんとだ。へえ。あれ、道が壊れちゃってるんだ。ここまでしか入れないみたい。あら、残念。残念だったね。ねえ、そこまでしか行けなかった、ね、仕方ないね。この奥何があるんだろうね。何があるんだろうね。もうちょっと行ってみようか。ちょっと工事かな、なんか出てるけど。工事中。いや、あ、でも大きなトラック来たよね、そういえば、うん、何があるんだろう。へえ、結構道あるじゃん。ああ、材木か。これより先も行けるの？行けるでしょ。わあ、まだ行けるじゃん。しかも結構ちゃんとした道で。ね。うん、わあ、すごいね、本当。秘境感満載だね。ねえ。何のための道だろうね、この山道は。本当だよね。え、二車線じゃない、この先。どういうこと？あ、違うか。新だけど新しくしてる。ねえ、うん、直してるんだ、ね、直したんだね。熊出そうだね。出そうだね。この右あたりから。え、動物が一匹もいないね。うん。お昼間だからか。ね。多分。お。なあ、牧場じゃない？ここ牧場？多分。ここまでかな。あ、ここまでしか行けないんだ今やっぱり。この先に天空の池っていうのがあるんだけど、ダメなんだね。あ、天空の池、車両通行止め。すごい秘境感です。ねえ、山の上まで来たね。ね、天空の池、車両通行止め。歩いて行っていいのかな？ちょっとわかんないからやめとこうか。うん、あと 1,2 年したら OK になるんじゃない？工事が終わって。そうだね、きっと。うん、おー。困ったね、道が分かんないじゃん。ねえ、県外だしさ、細いよ。ねえ、
行きはさ、こっちですって看板出てたけど、帰りのこっちですなんて出てないから、うん、分かんないね。多分こっちだと思うんだけど。よく道路作ったよね、これ。ね、すごいね。それがすごい、本当。さあ、では次のところに向かいます。ちょっと一回今降りてきちゃったんだけど、はい、うん、ちょっと上に戻ったところにね、剣農園手打ちそば水出しコーヒーっていう、お蕎麦屋さんがあるらしいからさ、うんうん、山の上に、山の上でもないんだけど、ちょっと行ってみようと思います。はい、贅沢だね。贅沢だね。あんな絶景カフェからのお蕎麦。うん、いいじゃない。いいね、うん、ここもすごいとこ行くね。そうだよ。でもこっちから大鹿カフェもこっちってなってたね。あ、ここからも行けるの。大鹿、うん。どこだ、ここか。もうちょい先かな。ここか、あ、そうかな。これは駐車場入り 口違うかな。もうちょっと先か。多分。あ、でも剣農園グランって書いてあるよ。あ、じゃあここだ。おー、ここか。今日は手打ちそばの台を一つ、うん、1150円と、あとね、鹿肉スモークハム自家製500円と、うん、あと水出しコーヒーを400円と、あとね、このスルギ餅っていうのがちょっと気になってね。これね、スルギ餅が300円みたいなさ、なのかな、わかんないけどね。そんな感じです、はい。そば美味しそう。そうだね、おそば。なんかこんな。そう。豆も。こちらは鹿肉のスモークハム。ともうこれ本当北海道のさ、芋餅みたいじゃん。これ。それ。いいね。お味噌が塗ってあるかな。ごま味噌で。ちょっとあれみたいな感じ、五平餅みたいなね。とこれのコーヒーすごいよ。12時間かけて抽出した水出しコーヒー、あ、美味しそう。いただきます。あ、美味しい。しっかりコーヒー、ああそう、ちょっと濃いめの、美味しい。いいね、細め系。いただきます。うん、ああ美味しい。いいね。うん、うん、コシもあるんだけど、なんだろう、弾力があるっていうのかな。美味しいよ。うん、これ入れてみる。ここも入れてみて。一味、はい、うん、あ、美味しいね。結構後から来る、ね、来るね、うん。いただきます。うん、あ、美味しいな。すんごいいい香りがするんだけど。そう、うん、スモークだもんね。うん、うん、ていう。さて、これはどうでしょう。あ、美味しそう。あ、見て、こんな感じ。いただきます。おお、あ、もちもちな感じじゃない。おいしい、もちもちでしょ。甘めのお味噌。関東にもあるんだね。うん、ね、本州か。北海道だけと思ってた。何かすごい美味しい。うん、本当に
北海道の芋餅みたい。うん、だけど長野風に味噌がなってる。ああそういうことね。うん、五平餅の味噌みたいな感じでいい、ね、ちょっと甘い感じ。それ食べよう。うん、おいしいこれ。うん、おいしいね。うん、やっぱあれだね、歯ごたえがあるね。あるある。うん、うん、そばだ。なんだろうね、あれ、やぐらみたいな。すごいね、お米にお蕎麦に。あ、本当だ、手前お米だ。へえ、うん、ちょっと行ってみようか、そこね。上がれるの？絶景だね。いや、いいところだね。いいところ、めちゃくちゃいいところ。びっくりしちゃった。あのコーヒーすごいね。ねえ、お蕎麦も美味しかったし、あれ感動したね、芋餅みたいなの。芋餅も、ね、みたいなやつね、うんうん、なんだっけ、なんとか餅、スルギ餅だったかな。美味しかったし、美味しかった。全部美味しかった。古民家がすごい綺麗だったね。あ、めちゃくちゃ綺麗にしててさ、大きくて、そうテラスもあって、うん、座敷もあって、普通の椅子のも土間のところに椅子もあって、うん、めちゃくちゃ綺麗だった。綺麗だった ね。めちゃくちゃいいところ、ちょっと隠れ家風でさ、うん、のんびりできて降りてきました。降りてきました。いやー、両方いいとこだったね。いいとこだった ね。あっちの後から行ったお蕎麦屋さんは知らなかったけど、うん、いいところ、美味しかった両方。この夏もいいしさ、標高高くて、うんうん、秋はさ、この紅葉の山々が綺麗そうだし、うん、めちゃくちゃおすすめな場所だね。ここからは細いみたいよ。そうみたいね。文具峠もホイールベース 5m 以上行けませんって。すごいとこ行くね。あ、なんか出てる。あ、行けないのかな、どうだろう、どっから行けないんだろう。ちょっと待って、行けませんって。17時まで、この先ダメだって。うん、17時までもうちょっとじゃん、うん、待っとこうか、うん、さあ5時になったんで行けるでしょう。行けるかな。1時間ちょっと待ってたんだよ。どうしよう。でもさ、向こうは6時ってなってたのに、うん、こっち本当に大丈夫なのかな。でも何台か行ったよね。何台か行ったし、あの、あれも行った、郵便局も。郵便局帰ってきたよ。あ、本当、うん、あ、じゃあ奥まで行ってないんじゃない。うん、高東27キロだって。おー、やっぱ近いだよ、こっちからだと、ね、40キロ以上あるんじゃないかな。ここにゲートがあったね。本当、うん、おー、もうあと 400m ぐらいで駐車場、うん、かわいい。ここか、ここら辺だね。なんか鳥居があるよ。あ、あ、ここじゃない、駐車場ここか。うん、ここが駐車場。北側のと、ね、行ってみましょう。すぐっぽいけどね、うん、こっち、天然記念物指定。でもこの先北側、こっちだね、北側路頭でしょ、こっち行くらしい。ああ、こっち。何何、
どういうことだ、中央構造線を境にインナーゾーン、アウターゾーン、むちゃくちゃ水きれいじゃん、何ここ。へえ、ああこれだ、ほんとだ、見事に色違う。へえ、面白いね、こんなに違うんだ。なんか持ってきた土が違う色みたいな感じだけど、ここが境目なんだ。へえ、面白かったね、本当に色が違った。この断層で色が違うんだね。なんか花崗岩と、なんて書いてあったかな、岩の種類が違うみたい。不思議だ ね。地質学者にはさ、たまらないんじゃない、みんな知ってるんじゃないそれは。でももうあ、まあねけどこう外に出てるっていうのは珍しいんじゃないの。あ、でもそうかも ね。本当にこう目で 見てね。そう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 、よし、ではこのまんま文具井峠をさ、そのまんま行こうか。はい、峠を越えて行きましょう。こっち5時まで通行止めってなってたからもう大丈夫なはず、うん、けど向こうは6時まで通行止めだったから、うん、ちょっとわかんない。まあでもまあいいね、待っても30分よ、15分20分だから、うん、大丈夫で、高遠に抜けると。はい、はい、うわすげえ、文具井峠だって。文具井峠1427m だって。すごいね、すごい。わあ、意外と開けてんだね。しかもここに本来だったらちょっと駐車スペースがあってるなのかな。いや、ゼロ地場のなんかがあってさ、今で、でも今も車ダメなんでしょ、路中もしちゃ、路中というかそこの路肩も止めちゃ、だから下からバスで行きなさいだったじゃん。うん、ここになんかでも広いスペースはあって、これがバスなのかな、わかんない、ね、そう、バスが U ターンするんです。ほら、バス転向所です。この工事が終わったらちょっとできんのかちょっとわかんないね。うん、なんかパワースポットだもんね。うん、へえ、パワー感じた。いや、あ、一瞬じゃわからないねじゃあもうちょっといようか、おろそうか、怒られちゃう ちょっと眺めが良かった ね。向こう側が見えてた、うん、どっち側が見えてたんだろう。今高遠が見えてんのかな、そんなわけないか、稲谷が見えてんのか、ちょっとわかんないな、稲谷の方かな、ねえ。あ、戻ってきた ね。出発地点に。綺麗だな、今湖面に山が落ちて。うん、ではね、夕飯だね、もう6時過ぎたから。うん、高遠にね、なんか美味しそうな中華料理屋さんがあるから、満月っていうね、ちょっと行ってみましょう。はい、ここから10分ぐらいで着くから行ってみよう。はい、あと4キロぐらい、これ降りたら高遠の街中でしょ。うん、でも街中なんだよね。あ、そうなの。そうそう、右行ったら高遠市街の方に入ってくのかな、左で361号線だったかな。ここを左で渡ったらすぐ左だね。で、ここをすぐ左。はい、ホームページだとこっちから行きなさいって言ってるんだ。うん、でね、ここを右。ここ右？うん。でもこっちじゃないとすごい細い道をナビしますって。あら。で、まっすぐね。行かないとね。もう着くよ、あと 100m ぐらい。駐車場はどれだ ？P。ここに P ってあったんだけどね。これか。これじゃない？P。専用駐車場。そうだよね。ここでいいんだよね。ここでいいか。営業の一番手前に止めちゃう。うんうん、さあ、
着きました。行ってみよう。ヤムチャのランチとかもあってさ、美味しそうだね。今日はね、でもね、この豪華 A セット、豪華 A セットの1800円と、あとは揚げそば、揚げそば1100円。すごいね。今度四川麻婆を食べてみたいね。結構いっぱいある。ヤムチャのディナーもあった、いいな。美味しそう。すげえ量来たんだけどどうしよう。いや違うよ、普通盛りでしょ、うん、今日は結構さっきからずっと食べてるからさ、うん、でクロワッサンも2つ食べちゃったの、うん、だから少なめにと思ったらすごい量来た。美味しそう、ね、すごいじゃん。いただきます。ザーサイやばい、おいしい、おいしいザーサイだ、超うまい、超うまい。私さ、これも気になってんだけど、スープもすごい気になってる。飲んでしょ、飲んでしょ、おいしそう、うん、私にも来るよね、きっと。多分ね、このスープね、すごいおいしそうなスープ。いただきます。あー、うまい。味が濃すぎず、すごいなあ、ここは。あ、めっちゃくちゃうまい。おいしい、うん、あ、結構ね、最初からちょっと酸味がある感じ。うん、だってお野菜とかさ、うん、上のあんのやつがいっぱい乗ってるもん、ね、すごいよね、すごいよね、うん、あ、うまいなあ。からしもあるよ。うん、からしとお酢と、お酢と、うん、これで1100円ってすごいな。お、A セットも来ました。程よい量じゃない？美味しそう。いただきます。何から、これあんかかってるの？酢豚でしょ。いただきます。ここに唐揚げもいるんだ、うん、めちゃくちゃ美味しい。うわ、うまい、おいしいね。うん、うん、あ、おいしいだ ね、めちゃくちゃおいしい、ね、うん、おいしいじゃん、とってもおいしい。うん、野菜がシャキシャキのね、この感じわかる？うん、シャキシャキ、うん、こんな大きな唐揚げと肉団子、最高ですね、これは。いいね、程よい量だね。え、お野菜もちゃんとついて、ね、うん、おいしい。肉団子、肉団子ちょっとちょうだい。うん、うん、最高最高。1個あげるよ。いただきます。あー、うまいね。うん、お、なにこれ、なんかふわふわじゃん。そうそう、なんかふわふわ、ね、で、味もさ、濃くなくてしっかりついてるの。おいしいね。うまいな。うん、こちらは、ナスのハサミ揚げです。しぶたの一部だと思ってた。違うの。すごいね。すごくない、ほらすごい量じゃん、それ。ナスのハサミ揚げ、いただきます。かじるしかない、ね、うん、たまらないね、おいしい。これもちょっともらわんのでそれ、うまそう。最高だこれ、うん、食後のコーヒーです。中川村のなんか有名なところのコーヒー屋さんみたい。中川村の、うん、有名なお店のコーヒー、うん、有名なお店のコーヒーです。すごいよね、セットのさコーヒーでさ、そんなこだわりのコーヒー飲めたらねえ、たまらないね。今だってウィーンってさ、あの、うんうんうん、吸ってやってくれてたから、このちょっと油っぽくなった最後に最高です。完璧じゃない。で、食後のデザートもありますから、私の方にはもらう気満々だけど、
いただきます。あ、おいしい。飲みやすい。さっぱりしてる感じで酸っぱくない。深入り感。うん。あ、そう書いてあったかも。おいしい。はあ、美味しかったね。美味しかったね。ここは美味しかった。超うまかった。美味しかったね。びっくりした。とっても美味しかったね。今度ちょっと四川も食べないとダメだし、ヤムチャセットも食べないとダメだし、これはもう高遠にこれを食べに来るだけのために来たいね。ね。美味しかった。高遠そばって高遠饅頭しか頭になかった。そうそうそう。中華だよ。次からは高遠中華だ。高遠中華に行こうっていう。ね、いやお腹いっぱい。お腹いっぱいだね。では今日は帰ります。はい。なんか満足満足。今回は何これ。今回はねグルメ旅です。もうドライブグルメ旅。朝から食べまくるっていう初めてじゃないこんだけさ、うん、食べまくった上に、うん、全部のお店がめちゃくちゃ美味しいっていう。ねえ。よかったね。だってさ、3カ所レストラン行ったじゃん、うん、全部美味しかったじゃん。全部美味しかった。だけど一番最初はあの長谷道の駅のさ、うん、クロワッサンから始まってんだから、それはまあ美味しいのもしてたからあれだけど、うん、全て美味しかったし、うんうん、2回コーヒー飲んだでしょ、うん、そのコーヒー2杯ともめちゃくちゃ美味しかったっていうさ。今日は本当に贅沢だ。すごいね、うんうん、最高でした。最高でしたね。本当にいやよかった。よかった。あの今日の夕飯のさ、うん、量もさ俺の方すごかったじゃん、うん、でもそっちの A 定食もさ、うん、パッと見さ、あ、ワンプレートに乗ってるからそんな多く感じなかったんだけど、いや、めちゃくちゃ多かった。よくよく見たらあれすごいよね。だって酢豚にさ、まず鶏肉がいっぱい入ってたでしょ、うん、で肉団子がお肉丸々2つでしょ、うん、で大きな唐揚げでしょ、うん、であとナスのさ、うん、中にハサミ揚げだっけ、うん、の中にもいっぱいお肉入ってたでしょ、うん、すごいよねあれ。すごいよね。いや大満足。Please love us like candy.